はい、こんにちは、カッパパです。今週末に久しぶりに尾瀬に行くんですよ。あ、約11ヶ月ぶりぐらいですけど、でね、久しぶりに天白なんで、天白の装備を今出してみました。で、せっかくなんでね、こういう風に並べるのは初めてなんですけど、ちょっと記録として動画残したいなと思ってですね、今ちょっと撮影をしてます。はい、それではですね、ご紹介したいと思います。まずこれですね、でかいやつ。これ前もね、ご紹介したと思うんですけど、モンベルのアルパイン50ですね。古い型です。で、僕はこの縦長のですね、シュッとした形のですね、アルパインザック、非常に僕気に入ってましてね。っていうのは僕がね、山へ始めた頃っていうのはこういうのがまあほとんどだったんで、やっぱり体馴染んでるんでしょうね、この形っていうのは。で、これ50リッターっていうのはちょうど夏場のですね、重曹や天白にちょうどいいんですね。で、そんな感じで特に尾瀬行くときはですね、このアルパイン50専門で持ってってます。容量は50リッターって言いますけど、まあ縦長の寸胴ってことに加えてですね、ヘッド部分がクッと伸びるんですね。多分ね、10リッターぐらい上に上がるんで、まあ、実質60リッターぐらい入る、まあ、そんなザックになってます。はい、じゃあその左側ですね、これはサーマレストの Z ライトですね。もともとですね、レギュラーサイズの180センチを買ったんですよ。まあ、僕のね、背丈だとだいたい背中の長さがですね、110ぐらい、まあ、あれば十分なんで、あえて120センチに切ってます。で、残りの分はね、座布団かなんかで使ってるんですけど、まあ、そんな感じでコンパクトにしてます。実質の重さは 300g 程度に抑えられてますね。まあ、実質これはですね、使ってる方はお分かりだと思いますけど、テントの中のマットということ以外に、まあ、岩場で敷いてですね、休憩することもできますし、まあ、とにかくね、暖房に扱ってもこれパンクしないんで、まあ、一番いいんですね。ですので、まあ、ガサバることは承知の上でなるべく持っていくようにしてます。はい、じゃあその左側ですね、黒いやつ、これですね、サーマレストのプロライトというマットになります。これはインフレーター式で空気を入れて膨らませるタイプですね。まあ、実質空気が抜けちゃっても、まあ、中にウレタンのマットレスが入ってるんで、まあ、なんとかなることはなるんですけど、実はね、尾瀬ってよくキャンプに行くんですけど、僕今回行くとこは尾瀬沼のキャンプ場なんですよ。まあ、完全予約制なんですけど、そうするとね、下が地面じゃなくて板っ端なんですよ、デッキになってんの。これがものすごく冷えが来るんですよ、夏場でも。それなんで、あえて尾瀬沼のキャンプはですね、マットレスはダブルで持っていくようにしてます。はい、じゃあその左側ですね、はい、こちらのグループになります。テントなんですが、ダンロップの山岳テントで VS30 というモデルになります。フライがブルーで、インナーがですね、オレンジです。要は3人用なんですよ。なんで3人用を持っていくかっていうと、当然奥さんと一緒なんですね、カブママと一緒なんで、まあ、3人用を持っていくんですよ。まあ、重さが 1.9 キロということで、まあ、2キロを切ってます。やっぱ山岳テントはね、軽さが命なんで、これ独自の吊り下げ型なんで、組み立ても撤収も早いですし、まあ、ダンロップの特徴としてね、とにかく風に強いってことがありますので、長年愛用してます。はい、じゃあこのテントのですね、こっちがこれですね、これ結構使ってる方最近増えたんですけど、グラバーってメーカーのオールウェザーブランケットですね。これはね、ちょっとね、工事現場で使ってるブルーシートみたいなイメージあるでしょ。ただね、アルミ蒸着なんですよ、内側がね。多分3層構造か4層構造になってて、とにかく丈夫にできてます。僕はこの VS30 のテントのグランドシートとしてこちらを使ってます。唐沢天白の動画っていうのは YouTube に出してないんですけど、あのゴツゴツのガチャガチャのとこでもですね、まあ、多少傷はつきますけど、非常に丈夫で破れないで安心感がありますね。まあ、今回もですね、こちらを持っていこうと思ってます。はい、これですね、これちっちゃいでしょ。これ何かというとシュラフなんですね、寝袋。ドイターのドリーム500っていうシュラフになります。夏場のね、尾瀬のキャンプだと明け方は気温が下がってものすごい寒いんですよ。ただそれ以外は一つのテントで2人寝てることもあってね、テントの中ってわりかしあったかいんですよ。僕いつもね、シュラフは本当真冬じゃないとかぶんないんですよ。家で布団で寝ててもね、朝起きると全部布団蹴っ飛ばしてるぐらいなんで。でね、このドリーム500のいいところは、まあ、とにかく軽いということです。こ
これで約ねカバーを外すと 600g 切るんですね、重さは。で大きさに関しましては直径がですね10センチぐらいしかないね、これ筒でいうと。縦が25センチぐらい、非常にちっちゃいです。休憩中でもですねパッと出して、背中からかぶるってこともできますし、非常にこれおすすめです。はい、じゃあ続いてですねこれ、これはもう誰でも知ってるサーモスの山線ボトルの500ですね。でこの右がですね、これはプラティパスの、水筒ですね。2リッターのやつを2つ持ってってます。でその下がですね、プリムスの120の缶で、こちらがですね先日も動画にしましたプリムスの P136 スパイダーストーブです。非常に軽いです。このコンビはねこんなちっちゃくて軽くてですねすごい性能発揮しますんで、なるべく持っていくようにしてます。その右側こちらですね、ウィルドってメーカーのフォルダーカップというやつですね。で今回は、株ママと一緒なんで2つ分持ってってますが、大きい方のカップはですねこれね、だいたい容量がね 400g あるの。これ安心のスウェーデン製です。これが大きい方ね。でこれちっちゃい方こんな風になってね、これももちろんホルダーカップスウェーデン、これがね約容量が多分250ぐらいかな。でこれとこれでね基本的にもう食器になっちゃうん でしかも軽いしね、2つ合わせても多分 50g もないでしょう、内側に折り込んでやって、こんな風になっちゃいますいいでしょ、これ。これずっと愛用してるんですけど、これを2つ分持ってってますね。基本的に尾瀬を歩くことが目的で行くキャンプですんで、なるべく道具を少なくしようということなんですが、これ竹の箸ですね、これが2人分、あとスプーン兼、しゃもじ兼、いろいろ使える、これも竹のスプーンですね。それとオピニェルのちっちゃいナイフね。基本的に箸スプーン類はこれだけです。はい、右にありますのが、これがスノーピークのお膳ですね。お膳ライトってやつ。一人で行くんだったらあえてテーブルなんか持っていかないですよ。ほとんど無駄だしね。こういうの知ってます？ベニヤをねテープでくっつけてね、こういう風に板っ端にしたやつなんだけど、これブス板って言うんですよ。要はこの上にねバーナーとか乗せて、調理したり、あとはね雪かきに使ったりね、うちわ代わりに使ったりとか、万能なんですけど、これがねブス板1枚で済んじゃうんですよ、僕一人だけだったらね。だけどやっぱりね、株ママがいるんで、地面に食器置いて食べるってわけなかなか女の方は行かないんで、しゃあないからね、このお膳ライトっていう、簡易のテーブルを持って行ってます。これはね重さが270、あのメーカーにしては非常に軽いやつですね。で丈夫だしね。はい、じゃあその下ですね、これは先日ご紹介しましたテフロン加工のラージメスティンです。でこれ動画見てくれた人もいると思うんですけど、こんな感じでテフロンになってます。これでねご飯炊いたりスパゲッティ作ったりいろいろやったんですが、とにかくこびりつきがないですね。ご飯炊く場合は焦げすらないですね。こちらも結構ですねフライパン代わりに使えますし、普通一人だったらこんなラージなんか持っていかないです。ただ今回株ママがいてですね、ちょっと食事面白いことやろうと思ってるんで、こちらのラージメスティンを持ってきます。はい、この右ラージメスティンの右、これねトランギアの夜間、使用感たっぷりの夜間なんですが、この夜間の優れたところはですね、とにかくただのアルミの塊なんで、傷とか気にせず使えるというところが一つなんですけど、容量はね 600ml、カップラーメンプラスお茶ぐらいですね。でね、これがいいのはね、取っ手のプラスチックがね取れるんですよ。でピヨンって置き火とかね、そういうところに入れとくと勝手にお湯が沸いてくれるんですが、プラスチックのものがあると溶けちゃうでしょ。だけどこれ外れるから、このままドーンと入れとけるんですよ。でちなみにこのつまみね、これプラスチックですけど、これもねくるくる回せば取れるんで、ものすごくねこれアウトドア向きなんですよ。で値段はそんなしないと思ったな、ちょっと忘れちゃったけど、はい、ここら辺説明しましょうか。まずねこれがねブラックダイヤモンドのランタンで、これが名前がね文字って言うんですよ。このボタンを押すとねつくんだけど、でこれをねずっと押してるとだんだんね明かりが弱くなってくるね。ほらこんな風に弱くなってくる。でこの一番弱い明かりで70時間
持つんですよ、まあ、テントの中なんて寝るだけだからね、そんな光光と照らさないから、まあ、常夜灯としてもとりあえず使えるし、これ単4が3本だと思ったんだけど2年ぐらい全然充電してないので、これが最大なんですけど、最大で100ルーメンですね。で重さがですね、電池込みで 122g と決して軽くはないんですけど、まあ、とにかく持ちがいいことと、あとそこそこ明るいことと、あと一番気に入ってるのはここです。フックなんですよこれ、こう起こすでしょ、まあ、こういう風になってる。ただここにロープがバーッとあった場合、まあ、こっちからかけて、あと裏からもかければ落ちないで済むわけですね。でしまうときはこういう風にやってしまう。ここを一番気に入ってるんですね。でやっぱりね、カブママと一緒なんで、まあ、薄暗いままってわけにもいかないんで、一応これは持っていくようにしてます。あともう一つ、でこちらはねペツルのアクティックコア、これの特徴はですね、全天候型、雨濡れても大丈夫ですよっていうタイプは、まあ、それは大体一緒なんですけど、電池にありましてね、開くとねバッテリーが入ってるわけで、実はこれバッテリーじゃなくても、このバッテリー取り外して単4電池3本入れても使えるんですよ。マイクロ USB の端子が見えるでしょ、でここに入れてですね充電するんですよ。非常に経済的です。はい、でね今度こちらですね、これはつい最近動画にした救急キット、中によく使う薬とですね、ポイズンリムーバーやガーゼとかサージカルテープとか、まあ、救急箱ぐらいの装備は入ってます。まあ、それでまあ 100g 切ってますから、まあ、非常に軽いです、まあ、これを入れるようにしてます。あとこのファーストエイドキットのこっちがですね、まあ、こういったものはねあんまり人に見せるもんじゃないんですけど、これはもう小物がいっぱい入ってます。これがモバイルバッテリーですね、それと、まあ、充電ケーブルとかですね、あと歯ブラシだとか、あとねこれです。これはね意外と大事、天白や声白でランキングつけるとすれば、大事なものランキングのベスト3に必ず入ります。これ耳栓ですね、まあ、ゴジラが吠えてんじゃないかなというぐらい、まあ、すごいいびきをかく方がいらっしゃいますので、まあ、そういった方がね近くにいるともう一晩寝れないってことになっちゃうんで、耳栓が大事です。でね、まあ、つらつらといろいろご説明しましたけど、まあ、こちらが最後ですね。こちらは雨具です、レインウェアで、僕の場合はまあ昔からレインウェアはモンベルが多くてですね、トレントフライヤーというレインウェアの上下ですね、まあ、このレインウェアに関しましてはね、本当うちの近所の山にトレーニングしに行くってこと以外はもう全ての参考にこれは持ってってますんで、まあ、ほぼザックに入れっぱなしになっちゃったりするんですけど、まあ、だからこそやっぱりねたまにしか使わないからやっぱ軽い方がいいということで、このトレントフライヤーを選んでます。ちなみにジャケットだけで言うとですね、重さが 180g ぐらいしかないです、まあ、ウィンドブレーカー代わりにもなるんでこちらを選んでます。まあ、尾瀬沼キャンプ行くときは毎回こんな感じです。はい、以上がですね夏の尾瀬沼天白装備ということのご紹介でございました。まあ、現地で、皆さんにお会いすることがもしありましたらですね、声でもかけてやっていただければありがたいなというふうに思います。はい、いやそれでは説明以上です。ありがとうございました。